久保さん、多分ねどっちに寄り添うかが全てなんじゃないですかまあ誰に寄り添うのかどっちに寄り添うのかによって考え方は物の見方は変わるし僕はビジネスをやろうとしてる人にビジネスを教えてるのでビジネスをやろうとしているんだったら自己責任だよと、ね、例えば久保さんがマージャン店をやりますマージャン店が売り上げ上がらないのは国のせいだマージャン店が売り上げ上がらないのは国のせいだ この地域が広島という地域が少ないから広島のせいだ人通りが少ないせいだって言っても、まあ、売り上げ上げることはできないじゃないですかだからビジネスをやろうとしてる人に対しては自己責任っていうところは絶対あった方がいいと思うんですよねただビジネスとかそういう概念じゃなく生きてる人にとっては別にそれを言ったところで響かないだろうしそこの概念は通用しない部分もあると思うんですようん だだかからどっちに寄り添ううと思うんですよねただ久保さんがそういうあの考え方になった一つの理由としては今は自由な発信をしていてそこに集まってくる人たちがやっぱそういうなんかビジネスとは関係ないんだけど何すかねなんかいろんな人が集まってくるっていう感じになったからだとは思うんですけどね僕はもうひたすらもうビジネスをやろうとしてる人にこうあの自己責任は言ってきますけどね。 うん、だから社長、社長自己責任じゃないですか <laughs>、社長になっていくわけですから、会社に雇われず、組織に働く携わらず、1人で稼いでいくってことは、1人の責任、社長の責任になるので、そんな甘くないですからね、ビジネス社会は。人のせいにして売り上げ上がるんだったら、みんな人のせいにしたいですよ、うん、社長はみんなうつ病だし、うん、いろんなこと考えないといけないし。うん 本当にどっちに寄り添うかによってやっぱ変わりますよね。うん、だ僕がそのビジネスをやらないっていう人に寄り添うんだったらあく、まあ、国,の国を変えていかないといけないよねっていうなんですかね、まあ、そういうことになるだろうしね、うん、その日本の,その制度自体をこう変えていくために動いていこうよとかねなんかもうちょっとなんかあるんじゃないかとかね、うん、そんな感じですね。 いってらっしゃい。